将棋の藤井聡太棋聖、18、イコール大井イコールが保持する、棋聖と、大井の二冠をめぐるタイトル戦が6月。相次いで開幕する。6日開幕の、第92期、ヒューリック杯棋聖戦5番勝負、三景新聞社主催と29日開幕の、第62期大井戦7番勝負、新聞三社連合主催だ。昨年、 二期戦に初挑戦し、一気に二巻を獲得した藤井聡太棋聖。今回はタイトルを守る側に回る。それぞれ挑戦者は現在一、二を争う競合だ。二巻の行方は天才騎士の進化が問われる夏が始まる。戦略家の渡辺三冠、今回の番勝負は、 自分にとっても今後に向けての大きな番勝負。これからの、将棋界での立ち位置を考える上での資金石になる、規制戦の挑戦者となったのは、昨年の規制保持者の渡辺明参三37、イコール名人、希王王将イコールだ。挑戦を決めた後の5月7日、東京都内で行われた、王将就位式後の会見で、 規制戦への思いを語った。それは、機械を背負う第一人者としての覚悟の言葉だった。渡辺三冠は平成16年に初タイトルの竜王を獲得して以来、現在まで無冠になったことがない。衛星竜王、衛星企業の資格を持ち、タイトル獲得数は歴代4位の29期だ。 昨年は一勝三敗で敗れ、藤井聡太棋聖に初退官を許した。渡辺三冠による終盤の16連続大手を藤井聡太棋聖がかわし切った第1局が第48回将棋大賞の名局賞に選ばれるなど、前期の5番勝負は名勝負ばかりだった。決着した第4局は昨年7月16日で、 その翌日、渡辺三冠は衝撃の大きさを自身のブログに書き込んだ。負け方がどれも想像を超えてるので、もう何なんだろうね。という感じでしただ。その後は波に乗っている。同時並行で行われた名人戦で挑戦者としてタイトルを獲得し、今年1から3月には、 王将戦。気王戦の防衛戦でトップ騎士らの挑戦を退けた。さらに名人戦は、5月29日の第5局で4勝1敗で防衛に成功したばかり。現役最強と呼ばれる第一人者が、規制戦に集中できる環境が整った。もともと、 勝つための作戦を組み立てるのが巧みな機械随一の戦略家だ。前回の5番勝負で藤井聡太さんの強さや長所が分かったつもり。どうやったら勝てるかを具体的に練って対局していくとリターンマッチに燃えている。精密機械の読みと島2巻規制戦と並行して行われるのが大井戦7番勝負で。5月24日。 豊島正幸二冠、三十一、イコール竜王、明王イコールが挑戦を決めた。豊島二冠は、藤井聡太棋聖と同じ愛知県出身。小学生で、プロになるのでは。と期待された才能の持ち主だ。タイトル挑戦5回目の平成30年の棋聖戦で、初タイトル。王位や、名人も獲得したことがあり。 タイトル獲得数は6期だ。4年連続で勝率8割超と超人的な成績を誇る藤井聡太棋聖に対し、6勝1敗と圧倒しており、ネット上ではラスボスと呼ばれる、藤井聡太棋聖の師匠、杉本正隆八段52は精密機械のような読みと、 早くから豊島二冠の才能を高く評価していた一人だ。才能の一端を覗かせていた小学生の藤井聡太少年の師匠にならないかと声をかけたり、練習対局を頼んだりしたこともある。二人はいつかタイトル戦で戦うと確信していました。やはり実現したかと考え深げだった。 大井戦への挑戦を決めた都島二冠。幼少から知る対戦相手について、国民的スーパースターと称えた上で、全体的に非常に精度が高い。優勢を維持したまま勝つ将棋が多く。非常に強敵。どんどん強くなっており、大変な戦いになると話した。ダブル防衛戦新たな経験昨年と違い。 迎える立場となった藤井聡太棋聖将棋界には初タイトルを取るとしばらく成績が落ちるというジンクスがある。第一人者の羽生善治球団段50の場合、初タイトルの竜王を獲得した平成元年度の勝率は7割5分7輪だが、翌年度は6割3分3輪で、タイトル防衛に失敗した。 だが、藤井聡太棋聖はこの因縁に当てはまらない。棋聖を獲得した翌月に王位を手に入れ、その後もに期戦で優勝。令和2年度までの4年連続で勝率8割超を達成した。昨年10月から今年4月まで勝ち続け、歴代8位の19連勝を挙げた。 タイトル獲得数27期で歴代5位の記録を持つ谷川浩二九段59はまだ18歳。どのような結果になろうとも、経験が貴重な財産になると話している。次のオーディオビデオでお会いしましょう。